私たちサーチファンドって何ですかって聞かれるとですね、個人が主役の M&A とか個人が主役の事業承継という言い方をしてます。経営者候補個人の方が投資家の支援を受けながら M&A と経営を行っていく仕組み、これがサーチファンドの基本的な考え方です。で、右側に図もありますけれども、あくまでこの M&A を主導していく中心にいるのは経営者候補の方ですね。この方が自分が活躍できそうな会社を探して、オーナー様と協議をして、で無事合意して M&A できたら自分が新社長として経営をやっていくと。サーチファンドっていう仕組みはですね、日本では最近聞くようになったなっていうイメージかもしれませんが、実はすごく歴史のある仕組みでして、アメリカでは1984年、30年以上前にも生まれた仕組みなんですよね。で、それ以来ですね、このグラフにある通り、特にですね2000年に入ってからサーチャーさんが生まれ始めていて、もっと最近の統計だと70人とか80人っていう噂も聞きますけれども、そのぐらいのサーチャーさんがこういった活動を目指して活動を始めていると。これ IRR って言って、こういう投資活動に携わる人はよく見る指標で、いわゆる利回り的な指標なんですけれども、こういったサーチファンドの投資はアメリカの実績としては平均して30% ぐらいの利回りを上げていると。要はしっかりと企業様が成長しているというような実績が出ているようでして、投資の仕組みとしてもしっかりと魅力的な仕組みになっているというような統計もあります。2018年頃から少し日本でも活動が活発化してきまして、山口銀行さんという山口県の地銀さんがサーチファンド投資を始めますっていうふうに始めたりですね、黒沢さんという方が、これ個人の方なんですが、この方は海外の投資家から、アメリカとかの投資家からお金を集めてサーチ活動を始めた日本で最初の方です。で、2020年は私たちが設立をして活動を始めた時期ですね。で、今年2020年には野村証券さんもサーチファンド投資を始めるというふうに発表されて、今活動を始めています。こんな形でですね、最近特に盛り上がりを見せている、黎明期を迎えているというのが日本の状況かなと思います。